もうすごい今日。今日28度だって。暑っ。寒暖差がすごい。私昨日からもう汗止まらなかったけど、もう昨日からつけてる。冷房弱26度。うわめっちゃ暑くて、もう昨日からそう汗かくし、ラブレディアレッドって中さん書いてありました。今は送風にします。暑いよね。怖い。シーシーズズスカイウェアシェラブレディアリッちゃん書いてありました。ありがとう、みさとさん。これ何なんですかね。何の何でこんな仕様になってるんですか。よく分かってないんですけど。みさとさん、ありがとう。いらしいよ、そういうこと。バリお腹すいた。今日や。え、明日You got me crazy, baby.空に浮かんだ月がそよ風
三十円引きだった。コロッケロール食べます。さあ、ありがとう。映画いくつに？あ、また定期便。もうみくちゃんめっちゃ定期便だよ。あ、この間みくちゃんからもらったあのやつ開けたんだけど、ダブルスーパーレアが2枚入ってました。よっ。見せられるほどワイルセクシー。トシさんかな、あれ誰だっけ。ジジかな。あの、あれと一緒に送ってくれた方、卵と一緒に送ってくれた方、はあのワンボックスに1個しか入ってないあのカードが上がりました。今回は今日は紅茶ラテ、いつもはカフェオレなんですけど、乾杯。ミルクティなんかさ、こういうさ、こういう飲み物をさ、ちょっとこう挑戦して、あ、飲んでみようかなと思ったさ、やつがさ、結構あんまり美味しくない時ってちょっと残念だよね。挑戦する心はいいけれども、うん、ありがとう。ね、パパ買えるようになったよね。ファイルは一応まだ入るけど、まあ、すぐ入らなくなるかなって感じ。レアカード入れる用の方のファイルがなくても、いつもいただくサイズより一回りちっちゃいサイズのファイル、もうパンパンになりそう。やばい、あっちのすぎる。中心部に出ると気になるね。
今朝ハートありがとう。ウェスポンタハートありがとう。期間限定の罠もあります。それな、私期間限定バリバイケンすぐ買っちゃう。でもスタバの期間限定最近買わなくなったんだよね。フラペチーノしかないのよね大体。フラペチーノはねあんま飲まんけん。でもね最近はそのエスプレッソアフォガードフラペチーノっていうのにめっちゃハマりすぎて、なんかフレックスのそのイントラの子がすごいおすすめされたのからね、めっちゃうまいけん飲んでよって言われて、だけどまあそんなこと言われたらまあ一回飲んでみるかと思って飲んだらめっちゃ美味しすぎてもう沼。期間限定はほんまに魅惑の言葉。もうね誘惑。ふいさんありがとう。飲んでみてください。まあアフォガード、エスプレッソアフォガードなんで、アフォガードっていうのがまずそのアイスにコーヒーをかける、あの飲みコーヒーをかけて食べるあのデザートなんですよ。まあそれです。それがフラペチーノになったって感じです。こう飲めるようになったよみたいな、こうやって食べるんじゃなくてこうやって飲めるようになったよみたいな感じ。めっちゃ美味しいです。でカフェラテみたいな感じになる。うん、でも甘いけんバリアマイケン気をつけて。早っ四五的ありがとう。最初分からんからこの前のと同じでありがとう。いいんだってばよ。ジジに言っといてジジからもらったやつだもん。たぶんあれレアカード入れる用のちょっと一回り小さいサイズあ、このサイズよってあったのありがとう。ほら彼氏に伝えといてちょっと待って、どっち彼氏と彼氏か。
配信の月曜か火曜には届けれると思う。お、ありがとうございます。楽しみ。ちいちゃんとしたハートありがとうございます。これのも月曜くらいに届く予定。おう、やったぜ。え、あれですかで、バイト終わって受け取ってからまたバイト先に出していく流れかな。マジで尊敬する。こんなになんかいっぱいなんかいろいろやってて、さん、キスマバラどうした、ありがとう。もしなんかマジでさ、バイト入ってないけどさ、入ってるって入ってるけど、週一でしかバイト入れない。一応ライブ何かあったっけ。
だっけ。楽しみやね、それはね。ハタハタありがとう。よくアニメーターとか行ったら出てくる。あんまりさ、それ全然知らなくて、そういうの。あ、すごいなと思って。こういうのもあるんだ。ハラパンです。え、あれ、あの追い風ん、そうね、ありがとうございます。いいね、いいな、うん、私もそういうの着たいな。リコッタチーズ、ありがとう。いやね、なんかマジで前のその馬娘見に行ったやつ、ほんまに感動したし、なんかその先生とも一緒に見たんだけど、先生もすごい絶賛してた。演出の感じ、見る視線がまあそこなのね。もう演出がどういう感じの演出になってるのかっていうのを、まあ、先生は見てて、でもなんかもう素晴らしいです。このもうストーリーが、まあアニメだけさ、アニメのやつだけ、まあそれはそうなんだけど、そういういろんなところが
込められてるっていうのは分かるんだけど、それにしてもこのつながりが綺麗、雑なところが一切ないって言ってた。多分そんな感じ。フレちゃんじゃん、聞きたいかも。フレちゃんじゃん、欲しいかも。聞いていい？絶対ダメだ。はい、爆死。見て、だってこれだよ、めっちゃ可愛くない？フレちゃん、さよなら。テストハートありがとう。うん、今日はリハです。リハ、ちょっとごめん、これ聞いていい？ではできるんだね。一方的。好きな声優さんだったから聞いてた。小手内さん、初見こんにちは。兵庫県淡路町東町の唐木美奈です。そっちの大吉じゃない。多分ペットの話。私もだ、何大吉って何と思ったけど、あんまり知らんけん。ペットの話かな。お笑い芸人さんの方じゃない。ノンストップリミックスなんだ。またあとありがとう。あ、ゆきちゃんいってらっしゃい、頑張れ。今は学園アイドルマスターのログインボーナスを受け取ってます。またありがとう。
に帰りやろ。目標へ着実に進んでいきましょう。怖いね。せっかく同じクラスになったんだから仲良くしようね。怖くない。まず表情って本当大事だなと思うので皆さん気をつけて。あり。聞いちゃうか。行きまーす。やばい。なんかさ、ウマ娘のさやつはさ、サポートカードのガチャと育成のさ、あのキャラクターのガチャで分かれとるじゃん。これはね、なんかね、どっちも合わさってるガチャだけどさ、いかなサポートカードゲットしないっていうさ、
見せられる俺はやセクシあら、いい感じです。やべえね。そのまま吠えてる夜が終わっても、僕は音を見てみたいです。そこにラミウきました。ちょっと待ってね、みんな。知らなかった感じが近づいてるの。体力は足りんかったな。
ってらっしゃい、キューピーさん。たーさん、ありがとう。今日眠くないな。ちんちゃん、ハートありがとうございます。メイクしようかな。ケンドさん、ハートとラブレターありがとう。ピコさん、紅茶ありがとうございます。ポンタもハートありがとう。メイクしようかな、眠くないし。いつもしないメイクでもしようかな。メイクでもするわ。Yes.
ックします。前に住んでた家のね、近くにお弁当屋さんがあったんよ。結構さ、だからその辺の会社の人とかが昼間よく買いに来てたりしてたんだけど、そしたらね、なくなってたの。良かったのになぁ。見て、行けるときに行かなきゃダメなんだよ。星は押せるときに押しとけって。本当にその通りだと思った。Yeah.
カラコンでも入れちゃおうかな。珍しく。この色入れて、じゃん。
ら美容液にいます。Make my skincare 終わり。ありがとうございます。
き弁当。じゃあ網焼き弁当のギフト券ちょうだい。下に塗ります。まずはコントロールカラーで緑、ミントグリーン。お、つかみ焼きになるところに。あ、鼻とか。私はほほ、鼻だったらブラシで、え、全部聞き終わった、もしかして。そう、こんな早い。え、マジ全部聞こえたの？嘘つけ。結構ね、このブラシのやつ結構よく、このもうめっちゃ簡単にクッションファンデ、もうクッションファンデバリラクチンですから、ポンポンポンってやればいいです。寝てないか今かなして
まあ、季節によってメイク変えたりはすると思う。特に夏とかはさ、やっぱ皮脂がすごいじゃん。汗もかくしでさ、で落ちにくくしたりとか、皮脂防止月のなんか下地とか使ったりするのが多いんじゃないかなと思うんですけど、私は全くわかりません。マカロンさん初見こんにちは。兵庫県淡路町吉本市の中田明美奈です。ちょっと今メイク中でございます。お見苦しい姿すいません。たら気になるこのクマとかを消します。めんどくさいんで、このクッションファンデで使ったこれ、これで、ね、こうします。笑いじわができちゃうんだし、あんまり塗らないようにとかって心がけるんですけど、もう全然いつもついてます。ですね、この今日はこの赤とピンクどっちも混ぜて使います。もうね、めんどくさいの耳で。左の方が濃いか。
でもこの後あれです、お粉振るんでちょいかい、やばい、めっちゃ濃くなってなりましたということで、ここからですね大改造が始まっていきます。まず輪郭を飛ぼう、いらない箱を削っていきます。容疑解雇クマ取り、流れで花も作ります。まずここをシュッと、アイシャドウでもやっていこうと思う。
ずはこの一番上のこのカラーをまぶた全体に。全然白飛びしてみんけど、このピンク。振るんですけど、目頭の方だけこのピンクを入れていきます。やればできるさ、誰にも負けない、キラキラ元気持ちにして、天才じゃないけど努力のパワーで、みんなのピンチも救えるよ。どんな時も辛い顔見せたりしない、雨降りの朝でも風が吹く夜でも正義を貫くんだ。できたら次は誰か呼んでる声がするんだ、駆けつけるヒーロー参上、メラメラと燃え上がり、こうやって締め色していきます。目を取って二重まぶたのあたりまで塗っていきます。踏み出すんだ、必要なのはその勇気、僕だけじゃない、みんなそうだろう、yeah、誰か泣いてる声がするんだ、駆けつけ
時だけ思うのさ、なぜ疲労を叩かんだろう、僕は本当に疲労なのかな、そんな時君が隣で僕を見て笑ってくれた、それだけでこんなにも嬉しく思えた、そんな本当に大切なもの、その笑顔を見たいから、心から強くなれる、オッケー、最初はこんな感じです。僕はヒーロー、君のヒーロー、はい、そうだな、フキットのフキットのアイライナーを使ってナチュラルブラウンですね、これ描いていくんですけど、もうね、適当ね。鏡気をつけて、大丈夫、映っていいもんしか置いてないけん大丈夫よ。頑張ら、まつげギャンギャンにしましょうね。自分で確認するどうしI'm not afraid to die.
まつげだけマスカラ一人塗るね。扉が開いています。扉が開いています。設定変更中です。
ただいま。眉毛やってない。気に迷いますから、なりますね。ハイライト塗ります。重要なこと忘れてまして、うわすごい、私この曲流れるかもと思ったら流れた。そういうことあるよね。
すごい勇気乗ってる乗ってる2回目長すぎて羨ましいって嬉しいありがとう。でもやっぱねラッシュアディクトが一番いいよこれ。ラッシュアディクトはねやっぱねめっちゃ伸びる。うちはあの上はもう塗ってないんだけど、上はねなんか普通に市販のやつ使ってる。これ何のやつか忘れたけど、上の歌は市販で使って、でラッシュアディクトはあの下まつげで使ってる。ちょっと伸びたよね。言うてほんまにちょっとしか伸びてないけど。私マジ下まつげ皆無なんですよね。だよ。私今マツパしてるんで。マツパしてるからちょっと長く見えるよね。でもこのさあのラッシュアディクト1個1万円ぐらいするんですよ。高いんです。でもそれぐらいの価値はあるって感じ。もうなくなっちゃう。なんで止まるんじゃ。終わったよ。
遅くれません。その気持ち大いにわかります。そろそろ私もね、頑張ってね。アロンゾさん、キュアバッタンさん、紅茶ありがとう。チキチハートありがとう。
なんとかりんごさん。次元こんにちは。英語圏淡路島広島在住の門脇めなです。美術野獣のアトラクション乗ったことないんだって。よう分からん、二軒。私がこの時間にメイクするなんて。相良さん、あ、相良さん、一つ勉強になったぞと。淡路島行ってみたら、おいで。ホーンテッドマンション。紳士並びに淑女諸君、ホーンテッドマンションへようこそ。私はこの館の主、ゴーストホストである。さあ、もっと奥へ。後ろの方のためにもうちょっと詰めてもらえるかな。もう引き返すことはできませんぞ。全てはここから。
年初めてホーンテッドマンション乗った。ありがとリホーサル、リホーサル。정말이에요무심코무심코무심코저정정정호정헌할할전도로전도로예뻐요Oh, oh yes. 몰라요 못갔네무슨말이네힘내다아랑스사장님言っとくけどね日本語が一番難しいんだぞ。なんで漢字なんてものがあるんだい。ひらがなもあって漢字もあって何も考えずすぐこれボスするのが切る。そういう手だな今。すごい。テーマ。去年さ、このホーンテッドマンション乗るときね、もうね、休憩だった、ガチで。涼しいし。途中もスヤスヤしたもん。맞아요한국잘몰라요
お嬢。お料理よ。大丈夫大丈夫。音もさせなくて大丈夫よ。知らないこれ何そうですね、私は感じが難しい。そりゃそうだよね。もうすごいよ。それじゃあ私の配信終わっちゃうよみんな。あ、ふーさんお仕事頑張れふーさん、ありがとう。はい、みなさん今日はね、まあちょっとあ、うん、まあちょっとなんかメイクしましたこの後はね、あのリハーサルをしていきたいと思います。頑張ってきます。明日なので。いつも通り配信あるの？明日はいつも通り配信あると思います。明日もメイク配信をすると思います。ワンちゃん時間早いかも。もうちょっと ワンちゃんちょっと早いかもしれないって感じです。よろしくお願いします。では今日も見てくれたみんなありがとうございました。また明日の朝配信でお会いしましょう。今日も一日みんな頑張っていこうね。鼻筋にしていこうな。では13位はるさん、12位わらびもっちーさん、11位焼きそばさん、10位あばったんさん、9位ロコボコさん、8位くろにしさん、7位しょうだんごさん、6位ふっさん、5位もうさん、4位ちりちゃん、そして第3位がふうさん、ありがとうございます。第2位がとっさん、ありがとう。
そして第一位がポンタ。配信のおかげで仕事頑張れそう。電話伝えとけ。彼氏に伝えといて。うん。ありがとうございました。皆さん今日もありがとう。また明日の朝会おうな。今日も一日バイバイ。それでは皆さん。バイバイだよ、バイバイ。